さあということで今回のゲスト金太郎さんです。ありがとうございました。アンチーだ。ありがとうございます。ありがとうございました。いやありがとうございます。こちらこそどうでした、やってみて。いやもう一番やっぱ印象残ってるのは、はい、もう本当になんていうんですか、英語界の東大と言われている学校卒っていうところが、 ICU ですか。そんなこと言われてるんですか。はい、私が勝手に思ってます。あそうだったぽい異名だったんでびっくりしました。でもそうですよね。はい、いやまあまあそうかもしれないですね。はい、臭いキリストよくご存知でしたね。いやそもそもねめちゃめちゃその英語好きで、はい、志してたのでもうやっぱトップオブトップっていうかその界隈のって勝手に思って、はい、あそうだったんですね。なんか海外からの留学生も積極的にいて、で留学もしやすい環境ってとこでめちゃくちゃ本読んでたんですよ。あの国際キリスト教大学。詳しいっすね。いいなーってそんな面白フェイスで、ね、うわここ行きたいって思ってたので、でもとてもじゃないけど行けなかった。あそうだったんですね。はいいやまさかですね。それはじゃあやっぱりあれですか、学校時代ももうすごい勉強してとかですか。あそうなんですかね。でも僕インターナショナルスクールを卒業してから ICU 入ったんですよ。そうか、はい、すごいね日本のインターナショナルスクール。あそうですそうです。うわ東京にあるやつ。はい、いや僕ないっすね。あでもそうですね。あんまぽくないと思います。あイエーとかやらないじゃないですか。やんないっすね。インターナショナル卒なのに。確かに結構異質かもしれないですね。そういうすごい、はい、和って感じで。はい。そんな印象ないですよね僕に。ロッカールームとか縦のあれでした。縦のあれでした。はい。でなんか休憩時間。ブック持ったままあったね。ありましたね。Let me see, let's go to the lunch room とかってやってた。まあまあそういうシーンもありましたね。それで卒業式にはこういうやつをイエーイってやるんですかやっぱり。やりました。やるんだ。憧れちゃう。あ、そうなんですね。そういうライフを送りたかった。あ、なんかそんな印象なかったな。確かにアンジェリーナ・ジョリーとかやってますけど、そこまでこう英語がお好きというか。めっちゃ憧れます。ああいう世界観が。へえ、いやまさに。なんか明るいじゃないですか。確かに明るいですね。やっぱりないものを欲しがるというか、なんかすごいような感じ。じゃあ結構学生時代とかその窮屈だったって感じですか。もうずっとこうやって。うん。こうやってやってて中学校の時は特にこうやってちょっとほっとけないですねこの人いたらこうやってもう様子を伺い、クラスでなんか陽気な面白いこと言うやついいなって思いながら時に面白いことでこう勝手に笑うみたいな、それを拾って密かに笑うみたいな、そんな感じだったんですね。なんか本当は参加したいのに参加できないしみたいな。でもモノマネの方って割と学生時代もモノマネしてすごいクラスって受けてて、でこれをその仕事にしたいみたいな人っているって聞くんですけど、はい、そういうタイプでもなかったってことですか。いやそっちも体験していて実は。どういうことですか。小学生の頃はそれでうまくいったんですよ。最後お笑いで友達増えるみたいな、ふーとか言って。あそうだったんですね。もう成功、6年生まで成功していて、小学生まではこう結構もう自分をフルに出したお笑いという武器を知って、はい、友達作りに成功して、はい、陽キャのゾーンに入り込めたというか、でその勢いで中学行けなかったですか。そうなんですよ、そこなんですよ、はい、失敗しましたそれは失敗したんですか、それともちょっとこうなんだろう、自意識が芽生えて社員になっちゃったみたいな。やっぱりお笑いでうまくいくと調子に乗るっていうことで、すごい調子に乗っちゃって自分が面白いとか思って、でなんか天狗になってたのかやりすぎたのか。女子ってやっぱ多感な時期に入ってくるので、はい、それも全然やっぱりさっきコミュニケーションちょっと取ってもらって分かると思うんですけど、はい、ちょっとなんか人の話よく聞いてない部分とかあるじゃないですか。あれやっぱり悪く出ちゃって、あそうですか、もうやめてって言ってるのは入ってなくて、ずっと「ってやってたから、ある日仲間外れされるっていう受け身にあっちゃって。なるほど、もう生地小学生時代にうまくいってちゃったがばかりにちょっと調子に乗ったというか、人の話を聞いてないっていう、それでいけてたから小学生時代はそう成功例があったんで、聞いてなかった、嫌だって言ったって欲しいんだろうぐらいに思っちゃってて、ね、そうなんです。最年少天狗だったんですね。そうです、まさにの最年少天狗すごい天狗でしたね。そうで、それちょっとぽっきり折られちゃって、はい、でその反動でちょっとシャイな感じ。何が自分の発言に嫌われるかわからんってなっちゃったんですよ。うわー、なるほど。だからもう人とコミュニケーション取らなければ、うん、そんな嫌われることはないに言っちゃったんですよ。もう白か黒かっていう性格で、中間がないんですよ、ね。なるほどなるほど。っていう感じですごい暗黒の時代に入っていっちゃった。うわ、その反動なんですね。じゃあ嫌われないためにはもう黙っとくしかないみたいに思っちゃって。だからだ、夢はだいたい中学か高校なの。それだ理由が。怖い。失敗したから戻ろうとしている。怖いよ。小学生時代に戻んないのは、はい、そこはもう満足したからなのかもしれないですね。怖いですね。ハイスクール憧れるもん、アメリカの。じゃあ逆にもうそっちの高校にね、夢の中で入学してほしいですよね。全然そういうことはないんですよ。ないんだ。もう制服のはもう男は学ラン着てますから、がっつりあれなんですよ。そうなんだ。がっつり日本の机も木のもう鼻くそをたまにつける。机ですよ。いの一番の情報じゃないですけどね。違いますか。はい。こっそりつける。いわゆる勉強机ですよね。はい、自分だけの。はい、はい。だってさ、インターナショナルスクールって自分で移動しますよ、先生。あ、しますします。はい、やっぱりそうなんだ。テンション合ってる、それで。憧れる。自分で行くスタイルなんだ。自分で次はここの教室かみたいな。かっこいい。はい、いいな。うん。やっぱり。昼休憩は人参丸かじりとかですか？いや、あんまいなかったかもしれないですけど。かっこいい。様々でしたね。ポテチとか食べちゃうみたいな。そういう人もいたかもしれない。かっこいい。お弁当が雑なのもかっこいい。茶色い袋にこうやって。そう、あれかっこいい。リンゴ丸かじり的な。いいな。ジャムね。そう、それ。それ。ピーナッツバター。Oh my god, today peanut butter sand again とか言いたい。またピーナッツバターサンドじゃみたいな。やりたかった。いや、そうですね。そんな憧れがあったとは。めちゃくちゃ強い憧れがあります。で、どんどんさ、積極的に手を挙げますよね。ああ、そうかもしれない。日本の授業って聞くスタイルなんですけど、途中でも先生が話してもあーんとか言って普通に喋り出すというか。割とあるかもしれないですね。ああ、すいいな。やっぱそういう環境で育つから ECU ですか。叶いませんわ。まあ入りやすかったかもしれないですね。そういうのがあったから。すごい憧れる。はい、でも中高でちょっとこう闇の時期を経て、はい、で大学入って、はい、でそのまま芸人になるわけですもんね。そのから一回ダンス講師とか社会人を挟んで。社会人挟んで。はい、スタート遅いんですよ、めちゃくちゃ。そっか。30手前でこの世界入ってきてます。あ、そうなんですね。そうなんですよ。なんでそれ芸人になろうってなったんですか、そこで。やっぱりその世間体とか、はい、みんなから反対され、芸人なんて夢見ちゃダメだとか、はいはい、そんなのもう一握りの人間なんだからやめなさいってみんなから言われて、はい、そうだねって言って、はい、こう私なりにまっとうなこの社会に溶け込もうと思い。なんか OL やってみたりとか。あ、そうだったんですね。はい、でもすごい学んで、めちゃくちゃ不向きで OL が、すごい役立たずだったんですよ。そうなんですか。本当にオアシズの大久保さんは両立、はい、OL もできてお笑いもできるっていう脳を持ってらっしゃって、はい、その真逆タイプで、全くもう OL できないっていうことで、そうなんですね。すごいそれで。学んだというか、悟り開いちゃって、うん、人には向き不向きがあるってそこで学んだんです。なんで自分がやりたいことを30手前でトライしようっていうところに至った。ああ、そうだったんですね、はい、でもいきなり大成功ですもんね。フライングゲットですよね。フライングゲットそうですよね、はい、年はでもだいぶ重ねてました。その時点でもうすでにだからもう結構周りをギャフンと言わせた形ですよね。反対された中で「今から芸人やんの?」みたいなところからみんながそうやって言ってる中でですよね、はい、その時は結構「よっしゃ」みたいな感じだったんですか？あ、なんかよかったと思いましたね。安心に近い感じですか？はい、よかった、この道でよかったんだって思いました。安堵、安堵の、はい、あ、そうなんですね、はい、いや、まあそうですよね。絶対転職ですもんね、芸人なんて。いやっぱり今までいろんな仕事やりましたけど、はい、一番向いてますね今のところ。いや、それこそだって海外進出とかもね、だってあんまり人を選ばない芸というかですかね。なんか別に日本語わかんない人でも、でもなんか面白い人だなとは絶対思いそう。森本さんぐらい英語を話せたらいいんですけどね、はい、ちょっとやっぱ要所要所やっぱり単語、はい、ボキャブラリーが出てこなくて。でもまあそのネタの部分だけ練習してそれこそ、はい、安村さんみたいな感じでいけば出ても良さそうですけどね。ゴッドタレントとかできますかね。で、向こうに行って、うん、向こうのハイスクールに入り直すっていうことが目標っていうか。そうっすね。やっぱどうしても味わっておきたいというかハイスクール。そんなことになったら連日ネットニュース探せますよ。最終的にはハイスクールに行きたい。ハイスクールに。ハイスクールミュージカルとかめちゃくちゃ好きだし、あの世界観。そうっすね。チアリーダー部入りたいですね。多分今の金太郎さんがハイスクール入ったら無双するでしょうね。なんかアジア人って若く見えるってよく言われるんで、はい、ギリいけるんじゃないかって。いや紛れそうっすよね。全然紛れれます。わかんないですよね多分ね。わかんないと思います、はい、ハイスクールスチューデントだって言ったって、はい、向こうでは、はい、わかんないと思います。背も低いし。そうっすね。ねえ、はい、いけるかな。じゃあ10代の感じ出せると思いますし、ね、ガム噛んで、Yes, next, mathematics. Oh my God. 次数学かクソじゃなくて、I like geography and 地理が好きなんだじゃないんですよ。すごい強い憧れがあっちゃって、テンション上がっちゃった。だから憧れの大学行かれてるってことで、いやそれは光栄です。すごいもうって。初めて ICU の方とお話できちゃって。そうだったんですね。すごいびっくりしました。じゃあ僕フワちゃんと番組やってたんですよ、はい、サースデーナイトショーっていう、はい、でそれ芸人さんゲストに来てもらう企画があって、はい、で芸人さんのネタをその場で英語にして、で外国人の観客に、はい、披露するってなったんです。めっちゃ面白いじゃないですか、はい、でめっちゃ金太郎さん出てほしかったな。だとしたらやりたかったね。そのまま英語仕様に仕上げて言ってもらって。めっちゃいいじゃないですか。金太郎さんだったか。もうやってないですか。もう終わっちゃったんですよ10月で。ダメクソ。ダメ。いや見えますね海外進出。本当ですか。面白いっすよ。ハイスクールも行けます。ハイスクールは分かんないですけど管轄外なんで、はい行ってほしいわ。法律的に。ああ確かになんならジュニアハイスクールからでもいい。中学から、はいはい、いろんな障害がありそうですけどね、乗り越えてほしいわ、はい。学び直したいです。ね、はい、でも悪夢見ずにね。そうです。そしたらもう見なくなると思います。そうですよね。はい、その更新してね、記憶を、はい。多分心残りがあるのかもしれないですね。確かに。あるのかもしれないですね。うん。はい、じゃあちょっとまたぜひ。出てほしいですし、その海外進出もちょっと応援したい気持ちでいっぱいです、僕は。ちょっと英語教えてください。いやなんか何でも言ってください。とりあえず生活感のある部屋は英語でなんて言うんですか。Messy room, untidy room. Very simple. Simple is the best. Untidy. I see, I see. Thank you.メッシールームでいいんだ。いいと思いますよ。複雑に考えすぎてた。まあ難しいですね。生活感とかちゃんと直訳しようと思うと。やっぱりこうもうイライラするわ。gets my nerve ですか。よく知ってますね。合ってる。全然言います。Getting on my nerves。さ、すごい気になってたんですけど、ホームステイを私行かしてもらったんですよ。とはいえ3週間くらい。その時にホームステイ先のブラザーたちが喧嘩してたんですよ。いまだにあれなんて言ってるのか分かんなかったんですけど、ちょっともし分かれば教えてほしいんですけど、すごい激しい喧嘩して「Why don't you! Why don't you!」って言ってたんですよ。どういう意味ですか。Why don't you! Why don't you! ってどういう面白い喧嘩ですけど、どうなの Why don't you って言ってるのかな。ワイドンチューだとどういう意味？ワイドンチューだとその文章として成立してないんですけど、ワイドンチューなんとかってつくはずなんですよ。ワイドンチューなんとかっていうのはなんでこうしないんだっっていうことなんですけど、Why didn't you とかの方がいいのかな、多分そういうことなのかな。でそのなんか言ってんだ、なんでやってくんなかったんだとか、なんでやんなかったんだみたいな意味合いかもしれないですね。なんかじゃあ訴えてたんだ、はい、これやってよって言ったのをやってなかったとか、はい、なんでいつもそうなんだみたいなことなのかもしれないですね。じゃあやっぱりしっかり言葉はなしてなかったんですね、うん、ずっとあれもなんだったずっとも考えてまあ喧嘩の時にちゃんとした文法の文章喋んないですもんね、うん、か途中を見かけたとかね、最初は言ってたけどなんでだよみたいな、なんかそういうことなのかもしれないですね。はい、なるほど。うん、すいません。いつの何を解決してんですか。なんかテンション上がっちゃっていろいろ聞きたくて、はい、ぜひ聞かせてください。なんかネタにね、はい、関することとか、これを英語にするみたいなのあったら、はい、助かります。ぜひ協力させてください。はい、英語大好きなんで。あ、よかったです。はい、お願いします。助けてほしいです。知らなかった一面がね見えてよかったです。ありがとうございました。はい、ということで本日のゲスト金太郎さんでした。ありがとうございました。